酢飯を使用したチらし寿司酢飯を作るときに使用する、寿司桶酢飯を作るときに使用する、シャモジ酢飯を作るときに使用する、内和酢飯は、主に江戸前寿司で使われる、酢と塩や砂糖などで調味した飯である。寿司飯とも呼ばれる。寿司屋でシャリといった場合は、この酢飯のことを指す。独特の風味があり、保存性に優れる特徴がある。寿司種と同等以上に、 特徴や寿司職人の差が出る。ご飯用ではなく、寿司飯に向いた米を使用することが多い。米はよくといで、ご飯より水加減は少なめで炊飯する。そのようにして炊き上げた飯を寿司桶に移し、寿司酢を回しかけてから切り混ぜる。酢はもともと酒の副産物として、手に入りやすく独特な風味とうま味がある赤酢を主に、用いて糖類は加えていなかったが、 戦後の大変米事件で色のある寿司飯が敬遠されるようになり、以降は知らずが主流になる一方で足りない風味とコクを砂糖で補うようになり、現在の調理法に至っている。寿司酢を使用する際は飯が熱いうちに合わせ酢を回しかけてから手早く切り混ぜる。寿司酢が飯全体になじんだ後うちわで仰いで粗熱を取る。これは余分な水分を湯気として飛ばし、 熱によって、酢の香味が失われないようにするためである。仰ぎながら混ぜると、酢が、飯粒の中まで浸透しにくくなり、酢飯がまずくなる。混ぜる容器に木製のたらいのような形状をした、半台もしくは、半節というものを使用するのもこのためである。ただし、蒸気の方法だとご飯が、べちゃっとなりやすい。切り混ぜる際は、しゃもじを横方向に素早く動かし、 切るようにしてムラなく、全体に合わせずを馴染ませる。内輪で風を送って、十分に冷ました後、調理に用いる。風の送り方は、いわゆる職人の技となっており、また冷蔵庫などで、常温以下に冷やすと飯がばらけて、美味しくない結果に陥る。また、ボールなどで扱う程度の飯の量の場合、内輪などで仰ぐ必要すらないという説もある。なお、熱いまま、 あるいは温かいままの酢飯は、酢の匂いが強すぎて、香味というよりはむしろ花をつく刺激となるので、常温近くまで冷ましてから強する。合わせ酢の混合皮と飯に対する配合皮も、調理人の力量の見せどころであり、米の質によっても大きく影響を受ける。特に寿司の場合は、寿司種の種類や状態によって、職人の勘で調整する。寿司店でも、 各家庭でも特徴が違うのは、それら技量に基づく配分の違いによる。一般家庭では、ご飯として通常に炊き上げた飯に混ぜ込むだけで、酢飯が出来上がる、粉末状あるいは液状の調味料を利用することがある。日本国外の寿司では、酸味と甘みのある酢飯の風味が好まれないことから、酢飯の酢は抑えられている。花だしくは、酢を合わせていない飯や、 ごま油をまぶした飯に魚や地元料理を乗せて、寿司、巻き寿司と称することもある。酢飯を使用する料理。地方によっては、酢飯ではなく酢を使用していない混ぜご飯を使用する場合もある。プロジキ伝、差がつく、稲荷寿司は3つのコツで作れた。この差って何ですかありがとうございます。